今回はワイルドリフトでウーコンを使ったジャングルでの運用をご紹介していこうかと思います。こちらはソロ級でやっているような状況ですので、まあジャングルウーコン3パだと、まあちょっとなんかパワー感じないかなと思いますが、フルパだと逆にありなのかなって気もしますが、ソロ級だとまあなんとも言い難いところではあるんですが、スキル3上げと1上げ諸説ありますが、最近個人的にハマってるのはスキルの1上げですね。というのも、どこかのタイミングでウーコンスキルの1が強化されて、ミニオンにパコーンってした時のダメージの回復量が上がってますので、1上げにしておくと、ドレイク、ヘラルドの時に回復量がだいぶ高いですので、まあ、分身を活用して1のクールダウン回しておくと結構 HP 減らずにオブジェクト触ることができるというのも非常に素晴らしい点だと思います。合わせて3上げしてない分アタックスピードは遅くなるんですが、一発の攻撃力の重さが強くなりますので、ガンクした時の、一発のキルラインの幅は広いというような感じがあります。どっち上げがいいかは何とも言えないですが、まあ、死んじゃうと同様、最初はスキル3を上げて攻撃スピードを上げた方が周回速度が速いので、レベル1は3上げ、2以降は1をメインに上げていくというような感じです。合わせてスキル2の分身している最中も分身も1スキルを打ってくれて、分身が通常攻撃すれば1スキルのクールダウンがパカパカ下がっていきますので、しっかりと2スキルを打ってからの1スキルを打ってクールダウンを回してやっていくと、周回速度そこまでめちゃくちゃ遅くはないと思います。今回も味方のお手伝い一切ない状況ですが、1分25ちょっとぐらいでスカトルに寄ることができるのはわりかしジャングルの中では早い方だと思います。見てわかる通り HP を高い水準に保ってジャングル回ることができますので、まあ、そこまで悪くはないかなって感じはしますね。合わせて1上げしとくとダメ取れこんな感じで戦えますし、今回最初手伝いなかったですけど、フィオラのよりは非常に素晴らしかったですね。ここで、しっかり戦ってくれて、イグナイトからのパリという感じになります。これ私知らなかったんですけど、フィオラのパリは、タワーは無効にしてくれないみたいですので、まあ、これ注意した方がいいですね。これまだ全然知らなかったですね。まあ、昔パンテオンのサンスキがタワー無効にしてくれたのが効かなくなったのは知ってたんですけど、まあ、フィオラ使わないからか分かんなかったですね。ただウーコンのジャングルする上で、まあ、序盤だけかなり気をつけないといけないのが、ウルトのクールダウンが決して短くありませんので、レベル5になったタイミングで速攻ウルトを仮に使ったとしても、まあ、周回速度が遅かった場合だとダメですし、まあ、本当にこれぐらい3分超えてからも使うと地獄が見えますので、必ずウルトのクールダウンは気にしつつ、オブジェクトバトルをどうするか考えた上で周回およびウルトの活用ですねはやっていかないといけないと思います。今回だとかなり異質なピック、まあ、トップレーンだけまともで、ミッドがティーモ、上側がルシアン並みで悪くないマッチアップだったんですが、オラフジグスにリオレンが破壊され、ミッドレーンのイレリアも5レベでオールインでお疲れ様でした押されて、逆これフラッシュ使ってなかったんですよね。いけるかなと思ったら何事もなくフラッシュアウトされてしまって終わってしまったような状況ですね。なんで立ち上がりからかなり渋い試合展開だった状況ですね。で下側のフィオラも負けてしまって、チームスコアは3-5、上側もすでに吹っ飛んでる状況ですので、まあ、ヘラルドに行くしかないですね。ただもちろん敵は、やってると思いますので、かなりこれ渋いんですね。こういう状況だと、後から追ってきた敵に対してヘラルド間に合って引かれることになりますので、まあ、ちょっと厳しいかなって感じと、ヘラルドするときは必ず手前だったらいいですが、この、壁際に寄せてやるときはちょっと引っ張ってケツが見えるようにしておかないと急所つきやすくなりませんので、ちょっとそこは注意が必要ですね。でまあ、下側のファーストタワーがぶち折れましたが、ヘラルド長時間持っておいてもあんまりいいことにならないことが多くなりつつありますので、タワーでプレッシャーかけて1本目のタワーを折ることができるような状況になったんであれば、ささっと使って折ってしまってもいいかと思います。まあ、昔はねリコールブースターとして持っててもよかった時期もあったんですが、今はもう即折りで使った方がいいですね。プレートのお金も上がってますので、まあ、しっかりそこを活用した方がいいと思います。でウコンに関してはプロトベルトの挙動がぐっと強化されてますので、ウルト最中プロトで射程伸ばすことができるのが非常にいいですね。まあ、なので、まあ、ステイシスも、いいですし、ガゴエンチャもいいですが、まあ、プロトベルトも選択肢の一つに入れてもいいかと思います。で最初に言った通り1スキが非常に素晴らしいですので、オブジェクト先触りしても別に HP マイナスになることはないですから、まあ、積極的にオブジェクト触れるようであれば触った方がいいですね。でウルトは、まあ、どういう使い方でもいいですが、必ず分身とウルトはセットで使ってください。そうすることによって DPS も非常に素晴らしくなりますし、ウルトしてから、にしてからウルトすることによって、どっちだ
そうだね、認してからウルトすることによって、まあ、敵がねどっちウルトももちろんぐるぐる回ってくれますので、どっちが本体か分かりづらくなるかと思いますので、なるべく、まあ、2とウルトはセットで使うように心がけておくといいです。ビルドに関しては幅がいろいろあるので一概に何とも言えませんが、まあ、なんだかんだの硬くなってクールダウンも克服できるブラックリーバーは安定かと思いますね。で、まあ、ファイター流行りのブラックリーデスダンスがまあ安定的に強いかと思いますが、今回はちょっと耐えきれないということもあってガーディアンエンジェルを先に積んでますね。まあ、ブラックリーデスダンス、ガーディアンエンジェルあたりがまあ安定的でいいかと、あとはコテだったりとか、まあ、その後耐性装備だったりとかでいいかと思います。ヨウム、トリホって選択肢もなきにしもあらずですが、まあ、そこまで継続的にバカバカ殴らせてもらえないですし、ウルトしてる最中転がってしまうと再使用できなくなっちゃいますから、そこはちょっと要注意ですね。まあ、ここは、味方のチャンピオンとスマイトバトルするような羽目になるとかなり、オブジェの時にスマイトできなく、今もスマイトなかったんですがっていうことになりますので、ただまあバフはどうせ転がるやつにあげたくないっていう気持ちわかるかと思いますので、まあ、状況に応じてって感じだと思いますが、あんまり上げたくないですね。で、まあ、今回味方がちょっとずつ猛進で突っ込んできますので、こういう時も、まあ、味方餌にするって言い方ちょっとあれですけど、勝つためには味方にある程度スキルを吐いてもらって、敵が吐き切った後ぐらいに入って、それを勝っていくような動きをした方がソロ級だと勝ちにつなげることができるかと思いますので、一緒に入っちゃうと結局敵の育ってるやつにフォーカスされてボコボコに削られて死んでしまいますので、それであれば後入り、今みたいな本当にアサシンみたいな入り方をして、味方にスキル吐いた HP が減っている状況から後で入ってウルドを活用してキリにしに行く方が割とウーコも戦いやすく、キャリーしやすいと思います。最初に入っちゃうとやっぱりそこまで硬くないのと、敵にもダメージ入っいっぱいもらっちゃいますので、ウルトが AOE で集団に対してだいぶ強い、性能を持ってるんですけれども、まあ、2人3人ぐらいがちょうどいい。5人の中に入るとマジで生きて帰ってくるのは渋いと思いますね。で、味方がそれに対して CC が合わさるかっていうとそうでもないことも多々ありますので、まあ、見てわかる通り結構後入りしてますよね。ただそっちの方がやっぱり最終的に敵全員倒してしまえば全然問題はないかと思いますので、まあ、状況に応じてフル場であればしっかりと最初に入ってフロント張った方がいいですが、ソロ級の場合はこんなような感じで使った方がいいと思います。で、まあプロトベルトがあるとこんな感じで3隙の射程ですねを伸ばす感じで使うこともできますので、届かない位置にプロトで入る、で1位だと射程が伸びますので通常強化当てるというようなところですね。で、味方が終始こんな感じでキャッチされて捕まってるような状況もあるので、まあ後入りで処理できれば割と勝ちキャリーしやすい部分があるかと思いますね。でデスダンスがあるとぐっとやっぱり耐えれることができるようになりますので、個人的にデスダンスブラクリは必須だと思いますね。合わせて耐えの GA、 あえて固定と、まあ、この辺のファイターお決まりのテンプレのタンクビルドがやっぱり圧倒的に強いですね。でしっかりと制服スタックして1スキパンチしておくとかなりの戦闘力が誇れますので、そこもいいですし、2スキのモードからのフラッシュアウトもかなり逃げやすくできてますので、その辺活用しながら戦ってあげると生存力グッと上がりますね。で見て分かる通り1スキのパンチがだいぶ回復してくれますので、ヘルスローになっても1スキ活用してしっかりと回復してあげると、まあ、ネバネバすることができるって、まあ、リコールいらずですね。今回はアワフも持ってるので非戦闘状態で回復した上で、まあエルダー入ってますので行くしかないですね。まあ、ただもちろん味方がいませんので、まあ、ガーディアンエンジェル活用しながら粘っていくしかないですね。しっかりと3で入った後2を使って分身ウルトでダメージダブル与えて上でスマイトお祈りですね。まあ、さっきも言ってる通り必ず、ああいう時は2から入りたくなる気持ちよくわかるんですね。2から入って3で飛びつき、 でも結局そうするとやっぱり分身でタゲが1人で入っちゃうと10割全部もらうことになりますので、分身分かってたとしても意外とタゲ分散として活用できますから、3で入って2してウルトがだいぶ強いです。なのでこのスキル回し覚えておくと集団戦グッとウーコン死にづらくかつダメージ出しやすくなりますので、ぜひ覚えておいてください。まあ、これは確かこのままプッシュしてエンドだったと思いますので、チームスコア40対41 CI 時間20分というとんでもねえキルゲーでしたが、まあなんとか勝つことができたというような状況です。まあ、ソロ級だとウーコン割りかないかと思いますが、3パ2パだとあんまりウーコンパッとしないような気がしますので、まあ、フルパかソロ級かぐらいで使い分けるとちょうどいいと思います。以上ウーコンジャングルでした。